皆さんどうも、キューです。今回は新イベントの国神南第3弾を攻略してきたということで、どんなイベントなのかね、完全解説していきたいかと思います。最初にね、今ねこれ多分上がってるの朝ぐらいだと思うんですけど、今からね初日なんでイベント進めるよとかね、まあ2日目だろうがね、今から進めるからどんなイベントなんだろうって感じでね、見てくれてる人も結構いると思うんですけど、まあね丁寧にね解説していくので、参考になったとか分かりやすいと思ったらね、高評価とチャンネル登録ねしていっていただければいいかなと思います。はい、ということでね、ここからはね解説していくんですけど、まずはねやっぱイベントの目玉になっているウルトラ Z ランクのキャラの入手方法についてね、話していこうかと思います。しかもねちょっと変わってます。まあいつも通りミッションなんだけど、自分は受け取ったが下の方にあって、これかな。増上点汚れのステージを90秒以内にクリアしろ。まあ秒数とか変わってないんですけど、これねよくイベントねてかいつもやってる人はもう気づいた人が多いと思うんですけど、前までってさ、トリゼのガシャキャラの何編成して90秒以内にクリアだったじゃないですか。それがなくなりまして、キャラ指定がなくなったんですよ。だから今までってもう特攻キャラが絶対いるんですよね、まずウルトラ Z 入賞法としてはね、まあ取り勢がね、でも今回から、まあ、無特攻でね90秒以内に勝てばいいし、まあ、例えば今後のこと考えると追加キャラね入れて90秒以内に勝てば、まあそういうのでもウルトラ Z が手に入るようになったってことでね、まあそこはね結構いい感じなのかなと、いいところなのかなと思いますね。はい、でまあこれね個人的にはまあそこまで今回のイベントはね難しくないし、簡単にある程度ウルトラ Z 入手しやすいかなとは、思いますね。まあちょっとそれは人によるからあんまり言えないけど、で続いてが、まあ、ガシャについてですね。まあ、これはいつも通り新キャラがね来てまして、今回5体かな。まずね確率とかは、ちょっと一応見せるけど、まあいつも通りですね。もうトリゼとダブザいつも 0.6 で Z だけちょっと高いっていうのはね、ほんと最近もうこれ毎回恒例って感じなんで、めっちゃガシャ闇っすね。で仕様変更もあったじゃないですか。その2次からはダブザ以上しか出ないっていうので、まあよくいいのかなみたいな、よくというかいいのかなってなってたんですけど、新イベねいざ回してみると闇でしかないんですよ。多分この後ガシャ動画とかも上がるんですけど、本当に闇ですね。もう言っちゃうと赤演出ばっか来る。だからそこはやばいね。ガシャ回す人はねちょっと覚悟してね回していただければいいかなと。はい、まあ結局回復するときは回復するし、爆するときは爆じゃからね。で次っすね。次がまあ取り巻きとかについてとか封印についてね話していこうかな。ちょっとこれ、戻れたね。OK。ちょっと重かったね。で、まずね、取り巻きが3の1から3の5ですね。まあ、いつも通り5ステージありまして、で、まあ、ボスとしてね、封印に汚れがいるって感じですね。はい。で、まあ、ちょっとね、3の1から3の5、簡単に難易度とかも、あと特攻、3の1とか3の2、各ね、ステージ別に特攻とかの話もしていくんですけど、ここからね。まず3の1のスザクですね。ここは、スターターパックがね、いつも通りいる、この凍結が特攻。あと、山吹鬼汚れっていう結構前にも登場してるキャラが特攻ですね。だからこの2体が特攻ですね。山吹鬼汚れだけで自分やったんですけど、めちゃめちゃ簡単に勝てたんで、山吹鬼がいるって人は特にスターターパック買う必要ないかなと。で、特攻なしでもね、普通に勝てますし、それでね、特攻もなしもきついし、山吹鬼汚れもいないってなったら、スターターパック買えばいいかなと。でもここは結構な人が無特攻で勝てるかな。まあ、ある程度やってる人だけどね。まあ、どうしても無理って人はね、スターター買ってもいいかなと思いますね。で、続いて3の2ですね。ここは玄武のステージで、特攻が聴覚性ジバニャンかな。Z ランクの 1% のやつだから、まあ、ある程度ね、他のキャラとかになってたら出ると思うんだけど、ここはね、ジバニャンシャドウ自分使ってないんですけど、まあ、いたらもちろんね、勝てるし、てか簡単に勝てるし、自分特攻なしでやったんですけど、普通に勝てましたね。だから、そこまでね、キャラがいれば難しくない難易度になるかなと。1個前のイベントとかさ、もう特攻なしだとさ、マジでガチガチのキャラでも勝てないみたいなあったからさ、無限フィーバー必須ですみたいなあったから、今回はそういうのないですね、3の2は。で、続いて3の3ですね。白虎のステージですね。ここは、誰だったっけな、特攻。ちょっとね、横のサブ端末で見るんで、お待ちください。はい、白虎のね、改めて3の3のね、特攻はヘイレータスね。あの、豪傑のダブルのやつかな。そう、漢字がこれ最初さ、なんだってなったんだけど、ヘイレータスね。このキャラね、まだ、使ってないんですけど、特攻として。自分は普通に特攻なしで3の3も勝てましたね。ZZ 以下の、ステージだったんで、まあ、特にね、あんまり縛りもなくて、まあ、ダブゼ以下のみなんで、不思議のね、強いキャラなり、まあ、豪傑なり、勇ましなりね、いろんな自分の強いね、キャラをね、入れていただければ、ある程度特攻なしで勝てるかなと。で、どうしても無理な人は平ータが必要かなって感じですね。はい、まあ、特攻やればね、今回、ある程度どこも簡単ですね、いつも通りね。まあ、特攻なしも3の3もいけるかな、普通にね。まあ、キャラがいる前提には毎回なっちゃうけど、で、続いて3の4の特攻が、クバンダかな。薄ら影のダブゼのやつかな。
うん、ヘイレータとクワンダはねめっちゃなんか感じが鬼、うん、まあいいや、そこはどうでもいいとして、アシュラのとこですね、3の4。ここは自分特攻使ってやったんですけど、めちゃくちゃ簡単でした、うん。まあ、特攻なしはちょっとね正直やれてないんだけど、まあ、見た感じ特攻なしも普通に勝てると思う。てか種族制限あるだけだから、まあ、勇ましのガチパナリ、ウスラケンのガチパナリねやれば普通に勝てるかなと、うん。でどうしても上の人はヘイレータ、違うわ、ヘイレータじゃないね、もう一個クバンダの方をね、クバンダか引かないといけないかなと、うん。まあ一回自分でね手持ちで無特攻で勝てるか試してみて、無理だったらガシャとかでもいいかなとね。だからまずはステージをねここまで進めてみてどうなんだみたいなやってみるのがいいかなとね、うん。でラスト3の5っすね。ここが本当にねズバ抜けて今回難易度高くて、うん、自分もここはね最初ね無特攻でやったろうと思ったんですけど、もう無理やなこれってなって、まあ、一応無特攻も軍神ループとか、うん、マジでプニガミのガチガチのキャラでやれば一応勝てるらしいんですけど、あんまり現実的じゃないんで、うん、ほとんど人できないから、今回四天堂で怪我でというキャラが特攻なんですけど、これをねまあ引きに行った方がいいかなと、うん、こいつしか特攻いなくて、これね俺使った瞬間マジ簡単だったんで、うん、ほんと特攻ゲーだなって感じるぐらい簡単だったんで、まあここ3の5は基本四天堂で怪我をね引いてあげた方がいいかなと、うん、相当強い人か軍神ループやれる人以外は四天堂で引いた方がいいね、うん、なんで四天堂のアップをね確実に待って引いて3の5を勝つっていうのはね、イベントを早くクリアしたいとかね、急がない人はいいかなと。四天堂のアップね、いずれ来ると思うんでね。はい。まあ、こんな感じかな。うん。あ、ごめん、ちょっとバッテリーが 10%。うん。で、ラスト封印ステージ。道場店汚れのステージですね。ここは、まあ、自分封印4つで勝てましたね。うん。ミッションクリアするときも。このパワー1、パワー3、パワー5、パワー6をクリアして、普通にね、勝てましたね。そのレーンを入れて。まあ、特攻ありきにはなっちゃうけど、無特攻はちょっと厳しいかな、基本はね。うん。で、自分がいらないと思った、てかやってないのが、この第7の宝箱、第3の宝箱、これまた後で詳しく説明するんですけど、この2つはやらなくていきましたね。うん。まあ、基本、レンが本当に特攻としてね、技間になってれば、G とかも上げなくても、レベルもね、50ちょっとでね、全然70万とか、敵の HP がこの状態で73万ぐらいなんですけど、もうそんぐらいね、出るんで、うん、まあ、ある程度簡単かなと。まあ、ウォッチもありだけどね。うん。で、今回ね、ちょっとね、自分もこの封印4つの状態で高速周回できるんかって試してたんですよね、動画撮る前。そしたら普通に2パン周回できて、もうレアドルもすでに極楽とかしてるぐらいだから、今回本当にこの4つの封印でも一応ね、レアドル周回、ちょっとね、たまに死にそうになる時あるし、死ぬ時もあるけど、できるかなと。うん、そこは思いますね。はい、ちょっと今回、というかここね、今回じゃないね、ここの、封印と取り巻きのね、ところをざっくり話したんですけど、まあここはこんな感じですね。はい。ちょっとごめんね、グダグダだったらごめんね。うん。で、続いてが横取りについてですね。さっきちょっと話にも出た。はい。横取りと横取りチケットについてですね。ここは結構また大事ですね。若干仕様変更が来てまして、第1の宝箱から第7の宝箱と、前までこの宝箱っていう表記じゃなかったんですけど、ちょっと変わりました。まあでもイメージは前の横取りとね、あんまり変わってないかなと思っていただければいいかなと思いますね。はい。で、ちょっと報酬について話すと、第2と第4のキャラが強いですね。不動明ボーイは種族効果王族の。で、第4の不動明怪が即打ちを持ってるんで、これ初心者さんとか中級者さん特に絶対ゲットしてほしいですね。あんまりキャラがいない人はね。うん、今後活躍ね、ある程度していってくれるキャラなんで。で、第1のキャラはまあ一応復活なんで、これもね、初心者とか特にいいかなと。はい。まあでも第6のこのオロチ系柄も復活なんで、うん。で、まあキャラについてはこんな感じかな、ざっくり。で、第7で、まあまたウルトラ Z のスキル2が手に入るんで、まあきついね。今回もね、無課金税は第7まできついよって感じなんですけど、で、横取りチケットっすよね、やっぱ無課金税が手に入るんか、どれだけ手に入るんだみたいなね、簡単に手に入るんかみたいなになると思うんですけど、まあ自分がね、この朝の時点、まだね、イベント始まって5時間ぐらいしか経ってないんですけど、確認した感じ、まずドロップはないそうです。うん、ステージでドロップする情報はないらしいです。もしこの後あることが判明したらコメント欄に追記しとくんで、まあ、コメント欄確認していただければ。うん、何も書いてなかったら多分ドロしないって感じだと思うんで。うん。で、いつも通り、ワイプウェイト交換ではいつも通りだろうから3枚かな。交換できまして。で、またね、ミッションの方で、これもいつも通りだね、本当にね。うん。例えば、この辺の星集めのやつかな。うん。27個集めたら横取りチケット1枚って感じ。まあ、いつも通り、交換とミッションでだけかな。まあ、あともう1個。これ、無課金税は絶対やってほしいことなんですけど、ワクワクボックスによって横取りチケット出ます。これ結構ね、ある程度出てる人もいるんで、自分はあんまり、もう正直課金でいいかなと思ってるんで、開けないんですけど、これね、普通に無課金税の人は絶対1時間とか2時間おきだったかな。見た方がいいかなと。はい。まあ、横取りチケットの入手方法としてはこんな感じですね。はい。
で、まあある程度ざっくり話したかな。ちょバッテリーがやばいね。まあもうあと封印取り巻きも話したし、ガシャウルトラ Z 入手方法も全部話したから、まあイベントとしてはこんな感じかな。ざっくり話すとしたら、最後にちょっとキャラのね、どんな感じのキャラがいて、どんな感じっていうか、どんな感じの性能なのかをちょっと見せて、少しだけ話して終わろうかな。やっぱイベントキャラの性能によってさ、攻略するかしないか決める人めっちゃ多いと思うからさ。うん、じゃあやっぱり強いキャラだけ話せばいいかな。もう話さなかったキャラ弱いって見ていただければいいんで、はい、まず今回ウルトラ Z めちゃくちゃ強いです。スーパーフィーバーのフィバゲ加速の技ゲージがフィーバーに入ったら溜まるということで、まあめっちゃ強い。これは本当にね、できる限りウルトラ Z なので入手方法大変なんですけど取ってほしいね。うん、いろんな段階踏まないとゲットできないキャラなんですけど、まあできる限りね、みんなゲットしてほしい。うん、頑張ってね。うん、でまあもう一回強いキャラあげるとしたら、やっぱこのレンかな。やっぱ大量消し持ってるんで、勇ましのね、まあ現状他のキャラはもうかなり強いんですけど、普通に大量消してね、技も残るんで、普通に活躍はねできるキャラかなと思いますね。まああとは正直微妙だね。うん、まあこの2体がね、まあまあ強いキャラかなと今回ランク通りね思いますね。はい、特にウルトラ Z は強いよって感じかな。うん、まあ今回ね、新イベントの国神の闇第3弾をね攻略してざっくりね解説したんで、うん、まあこっからまでどんどん攻略動画なりガシャ動画なりね、いろんなね使ってみたキャラとかね全部いろいろ上げていくんで、よければね高評価とかチャンネル登録して、次の動画もね待っていただければいいかなと思いますね。はい、ということでね、今回の動画以上になります。また言うんだけど、よければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。